大丈夫ですか。はい、タコ温度、タコ待ち温度お願いいたします。たまこさん隠れちゃう、たまこさん大きいからね。はい、でもたまこさん気にしないで。はい、はい、それではタコ、ま、タコ温度、タコ待ち温度お願いいたします。ミュージックスタート。歴史
ありがとうございました。で皆様本日はお寒い中ご来場いただき誠にありがとうございます。それではここで、挨拶を錦木隆金賞会三代目家元錦優勝より、ご挨拶申し上げます。本日は本当にお足元悪い中、このようにたくさんねご来場くださいまして本当にありがとうございます。こうして皆さんと楽しい時間を過ごせるのが本当に幸せです。今日は本当に会場の中に木の弓先生もねいらしていただけたり、本当にご近所の井田のお母様たちとかもねたくさん来てくださってたり、トライビックスの体操の方も来てくれてたり、鉾田の方から、鉾田ですよ、今鉾田知ってます？茨城県鉾田市、鉾田知ってるよかな、うん、メロンの産地ね、そこから来てくれてたり本当にありがとうございます。そんな中でね、先ほど感想先生にも本当にずっとお世話になっておりまして、お弟子さんたちもたくさん応援に来てくださったり、もう本当に感謝でございます。そして何より今回初のね企画でやりましたタコミラジオさんの方のパーソナリティ仲間の方がこんなにたくさんね来ていただきましてね、あれおいおいおいそこそこそこねピアノ演奏とかもこうなかなかないような企画が今回実現できたのと皆様のおかげです。ありがとうございます。準備段階の私の悪い中本当にいろいろと紛らわで申し訳ありません。なんかこう一言ずつねいただけたらなと思うんですけど、貴重な時間として、楽しい時間でした。ありがとうございました。また何かあった時には ありがとうございます。拍手いただいて嬉しいです。またねこういう機会今日初めて参加させてもらいましたけれども、ちょっとやみつきになりそうなのでまた呼んでいただけたら嬉しいかなと思っておりますので、またこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではまつむつみです。ありがとうございました。普段こういった機会がないっていうのと、私先ほどちょっとやらせていただいて見て分かる通りダンスの踊りの才能が壊滅的なんですけれども、こういった機会いただけてすごく嬉しかったです。ゆこさんありがとうございます。誘っていただいて本当にすっごい嬉しいです。ありがとうございます。すごい素敵に綺麗で、着物皆さん着物着られたりしない、ね、中で本当に着ていただいて、本当にありがたいですね。着物自体はすごく好きで、なかなか着れないので、こういった機会いただけて本当に嬉しかったです。着物が素敵で本当にありがとうございました。ありがとうございます。あ、俺ね今日本当にお騒がせしてすみませんでした。本当にまた呼んでいただければ本当にありがたいです。もう二度とこんなことしませんので私ぜひぜひまた呼んでいただければと思います。本当に楽しかったです、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。今日ゆうこさんジャズの素敵な演奏をしていただきましたけど、お着物も好きで着てらっしゃる、お天気が ねちょっと遠くの方から来てるものでちょっと着る機会がなかったんで残念なんですけど、また次回やってください、ま、ねぜひお願いします、はい、楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。タコミンラジオさんの今日、ね、取材に来ていただいてグリコさん本当ありがとうございます。真ん中に立っている方がねグリコさんでございます。タコミン FM を開局してくださって本当にありがとうございます。こんなにね新しい出会いとね、こう機会ができて本当嬉しいです。感謝でございます。またこれからも日本舞踊そして健康体操のトライビクス、またよさこいという形でいろいろな形でタコ町でもどんどん頑張って、なんかこう明るい楽しいイベントとかがまたお手伝いできるように日々精進してまいりたいと思います。本日は誠に長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。喋り足りないかもしれないですけど大丈夫ですか？はい、ね、いくらでも喋れちゃうから、本当皆さんラジオ聞いてみてくださいね。タコミン FM さんのね、はい、あ、寄って寄って寄ってって皆さん、じゃあ集合写真、ほらダブルシックスさん、そうだよ。